モノクロイド、サキユキとは、日本のボカロ P 兼イラストレーター兼アニメーターの、モノクロイドが所有する、ボイスライブラリー、およびそのキャラクターである。現在の、モノちゃんの旧型。モノクロイド、サキユキは、女性の人の声をもとにして作られた、ボイスライブラリーである。姉妹という設定になっている。姉妹では、姉に該当する。妹思いで、いつも、ゆのために、 何ができるか考えている。頭はかなり良い。使用言語は日本語、英語、ロシア語。年齢は21歳。誕生日は1月18日。血液型は AB 型。茶髪で光に当たると黄金色に輝く。瞳も髪と同じ色で肌は健康的な色。意外とずっしり感のある性格。 身長 165.2cm、体重 41.7kg、ウエスト 58cm、アンダーバスト65、トップバスト82.5、裏サイズ D カップ。好きな食べ物はアジア一系料理。苦手な食べ物はサラダに入ったマヨネーズでぐちゃぐちゃのリンゴ。隠れ、シックスパック。姉妹では妹に該当する。使用言語は日本語、英語、中国語。 年齢は15歳、誕生日は10月26日、血液型は AB 型。銀髪で、光に当たると紫色に光る、ツヤツヤの髪。瞳は紫色で、肌は色白。淡々とした性格。身長 157cm、体重 38kg、ウエスト 55cm、アンダーバスト65、トップバスト77.5、ブラサイズ B カップ。 好きな食べ物はサラダ、イタリアン、中華料理。苦手な食べ物はハンバーグ、唐揚げ。最近は体重の増え幅が大きくなっているのを心配している。このボイスライブラリーはモノクロイドによって作成され、モノクロイドのみが所有するボイスライブラリーである。上として欲しいとの申し出もあるようだが、当面の間、上と販売による音源配布は考えていないという。 ロボ性に大人の女性っぽさが加わったような声。音程が比較的高く迫力のある歌に向いている。逆に滑らかな歌い方や優しい歌声が要求されるバラードなどは苦手。多数ボイスライブラリーとの合唱も可能だが、その場合は声のボリュームを下げないと声が浮いてしまう傾向にある。ため、調整の難易度は高いとされる。 合唱の際の推奨ボイスライブラリーは、モノクロイド雪、初音ミク、メグリネルカ、グミ。クリアで微妙に、幼さも含んだ、可愛い声。音程は中程度がベスト。柔らかい歌から激しい歌まで、ほとんどのジャンルをカバーする、マルチ型の歌声。音程が極端に高い、または低い歌が苦手で、下足らずな声になる。また、 合唱に特に向いており、様々な声にマッチする。その中でも特に推奨される、ボイスライブラリーは、モノクロイドハ初ネミク、グミ。前作のモノクロイドサキよりも、音程が安定し、クリアな声になった。さらに、音質もアップし、ボイスタイプの種類も2倍以上に増加した。オリジナルスタンダードなモノクロイド、サキの声。パキッとした歌い方に向いていて、 ビブラートの入り方も自然になる。ウィスパー囁ささき声。音程が上がりすぎると破綻するため注意が必要。テンポが上がりすぎると聞こえづらい。そのため、ゆったりとした曲やバラードに向く。従来のモノクロイドサキとは違うタイプの曲に適しているため、制作の幅を広げるデータベースとなった。キュート可愛らしい声。音域が広く、ウィスパーから吐息成分を抜いたような声。 テンポが上がっても聞こえやすいため、いろいろな歌を歌唱できる。ダーク大人っぽさのある声。切ないバラードなどに向いている。音程を上げると、吐息成分が抜けるので乾いて、キレのある歌声になる。テンポが上がりすぎるとした足らずになる。吐息成分を加えると、幼い声にもなる。パワー迫力のある、デスボイス。ロック系の楽曲に向き、歌詞が若干聞き取りづらい。 ピッチ補正をすると印象的な歌声になる。ファルセット裏声。音程を下げすぎると音割れする。モノクロイド、さきのパキッとした声により聞き取りやすさを損ねず歌わせられる。ありがとうございます。